こんにちは。はい、宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ちかこです。はい、今回は、ちょっと、性についてってすごい喜んでますけど性教育性教育というか、いや最近よく聞くんですけど、小学生ぐらいの女の子でも、そのなんかあの性についての疑問がいっぱい起きてるらしく、どのような、そう、お母さんたちから聞くんですけどもね、うちの娘こんなこと言うのよみたいな、だからなんで結婚しないと子供作っちゃいけないのとか、結婚するまではなんて子供作っちゃいけないのとかも聞かれたりするんだって、お母さんどういうシステムみたいなこの地球のシステムは何みたいな、多分そんな感じなんでしょうね。いやでも私たちが子供の頃って、そんな、疑問さえもなかったよね、こういうものだって思ってた、そんな発想にすらならなかったよ。そうなんだよ、すごいな、やっぱ宇宙人なんよ、そんな考えがあるなんて、そう、だってなんかお母さんとかにさ、どうやったら子供できるって聞いたら、結婚したらできるんやみたいな感じで、そうなんだと思っとったけどな。その辺のことってなんかうやむやにされるよね。そう、絶対ちゃんと教えてくれなかった ね。お父さんに聞いてもお母さんに聞いても変なんだよ。だから隠すくせに、なんで結婚したら子供作らんのみたいな急に始まるじゃん。本当よな、おかしいよな、何そこみたいなそうなんよ、ちゃんとその辺隠してたよね。だからやっぱり眠らせるための手段として、もうそういう性についてもダメなものとか、なんかね、そう思い込まされて、思い込むよ。そう、でもそういえば、昨日かな、うちの娘が、なんかどっかの産婦人科の先生が、学校に性教育に来てくださる先生がいて、で女医さんなのかな、でその先生はもうすごいなんか包み隠さずに、あの結構赤裸々に、あの言ってくれる先生なんだって。でなんかその先生をのことをみんなに知ってもらいたくて、うちの娘がやってるラジオ番組のゲストに、今度その先生が出てくださることになったんだって言って、昨日言ってたわ。だからかそういうことをちゃんと教えてくれる人が、昔はそんなにいなかったじゃんね。全然あったけど、保健体育、なんかでも男子と女子分けられて、そうそう男子はなんかサッカーしょって、そうそう、女子はなんかこれがナプキンでみたいな、そういう感じだったよね。そう、その程度っていうか、全然知識もなかったよ。そういう取り組みをされてる先生も徐々に増えていってるんだなと思って、ですね、そういうのをどんどんやったら、そうだよね、だいたいどうやって子供を作るかなんていうことをリアルに聞いた覚えないでしょ。だっていや私はだからある意味聞いたよ、え、すごいお母さん聞いた疑問に思った。その理科か保健体育かの授業でなんか本とか見て、だから精子と卵子が合体するっていう絵は描いてるじゃん、だからその精子は、どうやったらっていう、空飛ぶんですかみたいな、本当だよ、本当に疑問に思ったそのどういうことみたいな、これ飛んでお母さんのお腹の中に行くんですかって そこは描いてないから、はいはい、先生も教えてくれないし、もう本当純粋に疑問に思ってお母さんに聞いたら、お父さんに聞きなさいって言ってよくあるパターン全然なんかごまかされてさ、小学生だったからか知らないけど、なんか良くないことのように封印されてるよね、でもみんなそっから生まれてるのに ね、なんで隠すんだろうね、まだ知らなくていいみたいな感じなのかな、だいぶ私遅かったですよ知ったこと。え、友達から聞いた感じ？そうだと思う。なんかクラスの、そうだよね、誰かが教えてくれたんじゃないかな。大抵そうなるよね。そうするしかない。知ってる。親からではない。絶対親からではないよね。
学校も教えてくれないしね。大体年上のお兄さん、ね、お姉さんがいるこの情報、情報とか、そうだったら、そういえばそうだ、そうそう、そんな感じでふわっとですよね。大事なことなんでね、なんで教えないの、計算教える前にね、なんかそういうことをすること自体がもう良くないことになってるじゃない、なんかね、汚らわしいこととか、ね、そう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 、そんな感じにするね。例えば不倫とかもそうなわけじゃん、ね、不倫とかはまあ今が絶対的にダメなもの、になってるけど、うん、でもそれはだって結婚したら夫婦間の愛情というかそういうことに関してはなんか 2,3 年で冷めたりするじゃない、ね、だって今すごいレスの夫婦めっちゃくちゃ多いって言われてるから、だからそういう時に本当にいいなと思う人が現れたら、あのテンションが上がるじゃない、そういう人と会ってねっていう、だからそれがなんかもう良くないことのようにされてるけど、そんなこともないんじゃない、実はね、ね、なんか芸能人とかね、もう毎日のように報道されてますよね、もうそういう流れこんだけみんなもうなんか飽きちゃったみたいな、普通になってくる、普通になってきたことない、なんか見すぎて、見すぎてこの人はこの人はこの人はね、国会議員までやってるもんね。そうそうそう。おいおい。そうそうそう。いいんじゃないだから。大変だね、そういうのがこう公に出たらさ、職を失ったりさ、そうでしょ、すごいバッシングされてるじゃん。なんでそういうことになるみたいな。大変よね、芸能人って。そうなんだよね。ね、もうでも宇宙人からしたらそんな、だから日替わりって言ったことでしょ。あ、言ってた。日替わりでも OK な。欲しいんでしょ。星がいっぱいあるっていう。だから今日はこの人と一緒にいたら楽しいし、みたいな人と一緒にいればいいんじゃないって宇宙の考え方。でも結婚制度も、そうだよ、結婚制度自体が地球独特だと思うね。だって契約、契約させられる、変だよね、縛るよね、男の人はもうそれによってもう一生働き蜂みたいになるわけじゃん、責任を取れみたいになるじゃん、ねえ女の人はなんか家のことをしないといけないみたいになったりでしょ、ねえ、なんか自由じゃなくなる制度だよね、もう一回サインしたらもうこの人以外絶対好きになりませんっていう約束だもんね、なんか疑問を抱くんだろうね、子供たちは。そうだと思うよ、子供はやっぱり素直だわ、だってそういうとこがない宇宙から急に来てるから、こう今の子たちってね、私たちはまあ何回も何回も地球で、ね、繰り返してるから、そんなもんなんだみたいな意識だけど、ね、突然よそから来た地球に降り立った子はなんじゃこりゃって多分思うんだよね、そうだと思う、そういう疑問いっぱい子供たちは持ってるらしいですよ、はい、ね、包み隠さず、何でも教えていくのがこれからの性教育なのかなと、まあ、そういう流れにもなってるのかな、そうだよね、そう、そうね、それとか、なんだったっけ、なんだっけ、ほら、ほら、男の人が男の人好きになる、女の人が女の人好きになる、それも全然 OK になってきたしね、世の中的にもさ、そう、それこそ昔はすごい、いや絶対そんなのダメだろうみたいな感じだったけど、もう宇宙的に言ったら男も女もなんかこう、そうだよね、ないから、そう分離だもんね、男女って考えるだけでね、そうそうそう、いいのよ、どっちを好きになろうが、それは全然、ということで
男だろう女だろうがね、うん、好きなものは好きで、うん、そうだいいんだろう、うん、ですですはいでこんな話になったんかなそういう流れかそれもそう、ね、これからねどんな地球になっていくんでしょうね、うんうん、僕はあなたあなたは私面白そうですよね、うん、自由な、うん、何でもありになる、うん、何でもありになる世界と、うん、もう急きゅう枠の世界と本当に分かれていくんじゃない、うんうん、これからでも逆にさ江戸時代とかさ、うん、普通じゃったよねその男同士みたいね、うんうんうん、そうな江戸時代って意外と自由だったらしい、うんうん、男女の関係とかがなんでいつからだったの？さあ女の人も普通に不倫してたんだってね、うん、あ江戸時代、うん、江戸時代へえ、うん、自由だったんだ、ね、自由だったらしいよ本当それが何でそういうの隠すよね、うん、隠すね、ねさそういう歴史の教えてくれてないさあ面白いところをどんどん授業で言えばいいのに、うんね本当よ。なんか歴史自体が変わってくるよ。面白いよね。ねです。はい。そうはい。年号ばっかり覚えないで。いらないもう。覚えれないし。で自由恋愛ということで、ね。はい。オッケーオッケー。それでテンション上がるなら、OK です。自分の波動を上げるっていうことが一番ですから、ね。一番です。はい。そうなんです。はい。ということで、はい、ではまた、はい、ごきげんよう。